こんにちは。みんなが小さい頃に通ったのは保育園？それとも幼稚園？保育園は0歳から入園できて保護者に代わって保育をする生活の場で、幼稚園は3歳から入園できる教育の場という大きな違いがあるのよ。知ってた？幼稚園教諭は国の決められたカリキュラムに沿って健康、人間関係、環境、言葉、表現の5つのジャンルから子どもたちの成長をサポートしていく仕事。家庭では体験できないことに触れながら、運動や歌、ダンスを楽しんだり、お絵描きや工作をしたり、さまざまな活動を通して表現力や想像力を育んでいく大切な役割を担っているわ。子どもたちが自分で感じて、考えて、興味を持って学ぶように導くことが重要よ。さすが文部科学省管轄の仕事っていう感じね。幼稚園教諭を目指すには、幼児教育について専門的に学べる専門学校や短大、大学で学ぶことが一般的ね。必要な課程を修了して卒業すれば、幼稚園教諭免許が取得できるわ。幼児期の子どもたちの成長を一緒に体験できることは、自分の成長にもつながるわよ。子どもたちもきっと新しい先生との出会いを待っているわ。頑張ってね。